カントリーグ第4節。今日はね、リベンジと。やったおはようございます。今日天気が本当最高ですね。圧倒的曇りですね。日曜日の今9時？九時ぐらいだね。8時52分。うん。こんな休みの日にね、大勢集まってサッカーできるっていうのは本当に幸せなことですよ。これ雨降る？雨降ります。あ、降るんだこれ。今のところですね。はい。九時から土砂っていう。まあこんな感じですよ。あ、もうギリギリ、あ、じゃもう無理だ。水面に避けてるんですけど、まあもう避けようないでしょうね。無理だねこれは。はい、ダメだこりゃ。全国的なうなんでね。ってことで今日はカントリーグ第4節。おお。今日の相手ですね。はい。はやぶささんなんですよ。うわ。神奈川ダービーなんですけども、はい、カモエパークの惨劇、あ、前回覚えていらっしゃいますでしょうか。どうやられたかは記憶にないですが、確実にやられたことだけは覚えているという、ね。確かに覚えているという。まあ我々、たくさん強化しましたから、はい、今日はリベンジと。リベンジマッチと。はい、今日は横浜たけるのホームなので。あ、そうなのね。やっぱホームゲームは勝たないといけない。あの時もここだったよね。あの時はホームじゃなかったんで。あ、そうなのね。別に。あ、はい、あれは中立地だったんで。あ、そういうことね。中立地だったんで。で今日は我々のホームなんでね。頑張りだ。おはよう。おはよう。ウォッチドックスって言ってみましょう。あのメイン枠だからなってるよ。特にここ増えてるね。キーパー増えた。だってあ、桃竜がいない今日。桃尻が今日はね、多分お仕事のお休みです。あら、出張いいっすよ。あ、出張いいね。株式会社フライトピーチだから飛んでるんだね。飛んでんだ。あ、でね、まずこれだけの話ですけど、あの男が帰ってくるっていう噂があって、え、もしかして情熱のあれファイヤーマン、あれ熱盛っすか、熱盛が帰ってくるなんて噂もね、あ、あるんだ、あるんで、もし帰ってきたら、うん、一番最速でここ出します。そうだね。キーパー6人ぐらいになるのか。いや、さ、ウィナーズも竹野さ、うん、キーパー肩ないよ。珍しいよ。そうだね。もう社会人チームでキーパー6人とすごいね。A1 で予算あっても5ぐらい。そうだね、確かに。でこいよ。確かにね。でこいよ。なんだよ。なんだ。今日もバイタス。今日は何味？今日はね、キウイ。あ、いいね。コーチやるにもね、うん、筋肉分化されてくんだよ。バイタスの家をね、ぶち込んでいくと。ぶち込むの V？ ぶち込むの V。 しっかり稼いだ。やったー。大輔から、大輔から勇気へ。兵藤さんが見に来るんで、兵藤さんのために頑張ります。こっち来なかった。改善された、改善された。いい滑りですわ。はい、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 は
Thank you.
あの1点目どっち取った結局。相手もボケて言ってたんですよ、うん、けどなんかジェキがずっと見せよ見せよ。じゃあ、はい、映像映像よっしゃでも触ってると思うんすよ、ね、思う思いますね。ちょっと触ったか分かんないで嬉しいんだったらいいですけど下勇気のゴールでいいですよ。はい、同点だ。いやマジ気持ちいいでした。あれ良かったね。あれ良かった。でもその前トラップミスしてからだよね。あれがあったんで、うん、あの展開が生まれた。なるほどね。まずは自分を騙して、そうそう、相手も騙され、相手も騙されそっからこの勝負ってことなんですよね。今期初出場デビュー戦、デビュー戦年齢が 20?で、18でしょ。18めっちゃ若さんと何個さん18でしょ。18です。6個っす。24。うわすごいね、うん、すごいねって何。じゃあ、僕です。あ、坪さん、坪さん、相手のキープ確認しました。触ってます。触ってんの。ほらね、めんどくせぇ。今日活躍した2人に今月発売されたバイタスさんデリシャスプロテインプレゼントしようと。マジですか。じゃあ、カメラの中でファイティングポーズ。はい。いや、動画ないよ。お疲れ様。お疲れ様です。とりあえず2勝1敗1分けですね。勝ち点77。まあ、まずまず、ね、うん、悪くないね。今日、うん、2点取れてます。確かに確かに、まあ、2点取られてるんで。前回天皇杯の予選でボコボコにやられた相手に、まあ、引き分けっていうのは間違いないです。もう超前進してますからね。今日我々怪我人とかちょっと来れない選手も何人かいたんで。そうだね。本当はもうちょっと強い。まこのままちょっとねリーグ戦勝っていきたいというふうに思います。ということでグルメが今日ないかな今んとこ。これ試合前に食ってたんで。ちょっとモザイクよこれ。まあ、なんか生々しい。食べかけの弁当。食べかけの弁当。こういうのもやれるんですよ。今日朝8時45分集合で、うん、この後20時から22時まで試合。社会人それ。今日日曜だよ。ハードやな。ということでですね、はい、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。よっしゃ！よー！